まだギリギリ午前中だ。日朝に帰ってきたぞ。よろしくお願いします。やっと皆さんに、お見せすることができてちょっと感動しております。 T シャツもみんないっぱい着てくれてるし、今日は楽しんでてください。よろしくお願いします。はい、梅子役の菊池美香です。本当に嬉しいです。頑張って客席すごく明るくて、見渡せば本当に10年前から変わらない皆様もたくさんいらっしゃって、本当によく覚えてます。本当に本当にいろんなところで皆さんと会った記憶がパッと蘇って、ホールに入った時も客入れの時にデカのテーマが流れてて、もうすっかりタイムスリップしたようなすごい幸せな気持ちで、この瞬間を心待ちにしていました。今日は短い時間ですけれども、デカレンジャーを愛してやまない皆さんと共に、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。6つ無敵がなんかいい違うか違うか、6番目のやつも忘れないでやってください。先日吉田祭りで盛り上がった吉田智和という男も頑張ってましたんで、改めまして、ドギークルーガー役稲田哲です。ようやっと公式のデカレンジャーのイベントに出ることができました。ありがとうございます。本当にこの日を10年待ってました。そして今のところ今日1日だけなんで、ここの、ね、みんなと並んで立つ、ね、このおじさんの姿もレアなんで覚えていってください。今日は楽しんでください。確認したいんですけど、大きめの下中劇さんじゃないですよね。違いますよね。いや、みんなと並ぶにはね、水色がいいかなと、ボスだから水色の犬が隣にいた方がいいかなと思ってね、こういう用意をしてきたのよ。ありがとうございます。視界が悪いんで、見通しが悪いんでちょっと撮らせていただきます。皆さんの顔見たいんで。これは僕のお友達 の八王子方面で毎週怪人を作ってる会社がありまして、はい、虹色のところ、その人が作ってくれました。皆さんと出るときちょっとね、おじさんがね、テレビに出てたおじさんが顔出すの何かなと思って、お面でも被りたいなって言ったら、こんなんどうすかって作ってきてくれました。すいません、厳しい、厳しい、ボスに厳しい。このお面僕、今でも反対してますからね。いや、もう出てんのがいいじゃん。本当は俺ずっと被ってたかったんですけど、絶対嫌だって言われたんで、出落ち嫌い、おそらく滑る、で、俺らの立場もうね、人のことを考えてないところがすごいね。いや、もうイケメンたちと並ぶこの俺の気持ちも考えてくれよ。10年後こうなっております。すいませんね、本当にね。陽介はどう思ったの？まあ梅子との関係性ですよね。ああ、そうだね、やっぱりね。付き合ってるんですかね。どうなったの？まだ本当に言うよね。雑誌とかでもたくさん言ったでしょ。付き合ってるでしょ、あれは。付き合ってるでしょ。どうしたの？だって、おかしいでしょ、だって。だってどんなに言ったらかわいそうだよね。お願いだから付き合ってください。投げ出しちゃうっていうのもありましたけどね。サイレンさん、バンがすごく成長したなっていう風にも見えたんですけども、賢くなってましたね。10年前はね、
割とこう勢いで直感的に操作をしてたんですけど、今はすごく賢くなってちゃんと筋道も立てれるし、人の使い方も上手くなって、そういうところはすごく見習っていきたいなって思いました。何もできなかったみたいな感じそうそう、そうだね。でも昔は子供ってか弟キャラみたいなキャラクターだったのが、しっかりね、なんかそういう部分もね残しつつ、なんか頭は成長していくみたいな、そういうのはねやっぱ憧れますよ。僕もそういう風になりたいんです、本当に。少年の気持ちを忘れずに頭だけ進化させていきたい。待ってるよ、待ってる。ありがとう。なんなのこの急にやりとりこの流れで告白させてもらっていいかな。美味しいからってボスが犯人っていう、その地球上の変貌ぶりもすごい衝撃的でした。2年間容疑をかけられて眠り続けてたんですよね。驚異的ですね。おかげであの開始30分セリフがない。ああ、そうだね。ほっといたってことでしょ、2年間。2年間あのね、なんか洗濯機のホースみたいな、ね、そう。ちょっとスタッフさんがちゃんと準備してくれたんですから。吸引されてた。吸引はされてない。強いね。いや帰ってきたな、帰ってきたよ。懐かしい感じするね。懐かしいよこれ。皆さんでもどうだったんですか、そのあたり台本いろいろ開いた時に、え、ボスがその、いやでもお客さんもそうだと思うんですけど、まさかそれはないだろうっていう目線で見てると思うから、まあそう、あんま気にならなかったですね。まあボスいなくてもいろいろ話進むんだったら、もう出なきゃよかったのに。ボロクソ、ね、今日こんなつけてくるし、ちょっと今でも思ってます。まだ思ってどうしましょう、戦いの続きが再現さん対になるのに。バックさんさ、人の使い方上手くなってよ。僕はハイライトでジャックの草加さん派なんですよ。僕の中でボスは草加さんオンリー。ちょっと拍手おかしい、拍手おかしい。草加さんに対する拍手ありがとうございます。草加さんのお芝居がすごく素晴らしくてですね、もう現場でもすごく会えて嬉しかったんですけど、アフレコルームで稲田さんに会ってあんまりテンション上がんなかったです。上げて、まあ、稲田さん結構会えるからね普段ね。そんな意外と呼ぶと来るでしょうね。呼べば来る。お蕎麦食べるから来ませんかって言ったら俺来るの。あのね、この際だから言わせてもらうけど、あなた広島来てくれましたよね。その時僕焼肉おごりましたよね、はい、東京来た時なんかおごるからって未だにおごってもらってますから。だって帰っちゃうんだもん。次の質問お願いします。次の質問お願いします。次の質問お願いできればと思います。ニコニコ生放送の皆さんも画面荒らさないでください。よろしくお願いします。東京でゆっくりしてってくれ。さっき林さんにお話ししたシーンにつながったのはやっぱり相棒のくだりだったと思うんですけれども、サイネさんと林さんいかがでした、久しぶりにお二人で。そうですね、あのやっぱりこう最後あれも結構ちょっと終盤の方の撮影だったんですけど、あのやっぱりリュウジがねすごいいい笑顔で相棒って言ってくれたんで、僕も本当にやりやすく相棒って言うなって、あのなんかすんなり10年ぶりを思い出せた。相棒って言うなっていうセリフに対してやりやすいやりにくいってあるんだ。これ10年ぶりの事実ですけど。じゃあ10年ぶりだったからどんな感じかなと思ったの。ずっと言ってこないから最初相変わらずみたいな感じで言ってたから、はいはいはい、あいつ相棒最後だなと思ってて、あやっぱ10年経ってもやりやすいなと思いましたね、はい、そう。僕に関してはあの、まあ、敵も倒してなんかいろいろハッピーエンドで次につながる未来みたいなのも見えて、でもなんか足りないなと思いながらこう台本もそうだし作品も見てたんですけど、あこのセリフだったんだっていうのがあったので、なんか言えてなんかちょっとつかかった分が解消されて嬉しかったですね。皆さん見ててどうでした。ありがとうございます。ちょっと最後まで待ってましたよね。いやもうあのシーン嬉しかったんですけれども、嬉しいといえばちょっとその前に戻りますけど、やっぱり編集進行でしょ皆さん。赤いバーとね、あのファイアスカートのスーツでっていうのもこう嬉しかったんですけど、皆さん的にはどうでした、10年ぶりの変身いかがでしたか、ね、一発じゃ決まらなくて、ね、もっとそうですね、そうなんです、ガチャみたいな、なんか肩外れた感じになっちゃった。本当にアップしないとちょっと大変でしたね、意外とね。あとあれが一番最後のシーンだったんですよ。そうなんですよ、あれでクランクアップだったんですよ。はい、だからちょっと各々の気持ちもあったりとかして、だから複雑でしたね、はい、うまくいったら終わっちゃうし、うん、うまくいかないのも寂しいし、いや、ね、そんなこと思ってない。いや、私思ってたよ。僕はスタッフさんたちのために早く終わってあげなきゃって、撮影的にはそうだと思う。撮影的にはそうだね。いや、でもね、途中でもうよ、
で、あの時飯押しだったからね。知ってる。あ、そうだよね。広島にも帰んなきゃいけないしね。いや、リアルな話やめろよ、急に。10年経ったらリアルになるわけですよ。で、でもなんかちょっと嬉しい反面なんですけど、あの返信僕らじゃあ6人揃ってするってなった時に、あのちょっと片目からずっとなんか泣いてる人いるなと思ったら哲さんだったんですよ。もう俺ら返信する直後からずっと泣いてたんですよ。いやだってみんなかっこよかったんだもん。めっちゃかっこいいだもん。いや目の前にデカレンジャーがいるんですよ。10年経ってその泣くでしょ。面白い面白い場所にいますよね。伊沢さん見に行かれてたんですか。2週間のうち行かなかったのが1日だけですね。だから日下さんの芝居現場でほとんど見ちゃったから、はい、アフレコの時にもうほとんど一発 OK で、だからさっきのミカじゃないけどもう少し時間かけて撮りたかったなと思いました、ね、デカレンジャー復活しました。この度デカレンジャー10 years after 発売おめでとうございます。まあ前回は試合した時にいただいたんですけれども、まあ、本当に10年の歳月が、経ってもなお色あせない作品というか、撮影中にね本当にファンの方々からたくさんのメッセージだったりコメントが手元に届きまして、本当に愛され続けている作品だなって自分自身も思いましたし、この勢いがなお、全国にね東京から、広がればいいなと思ってますので、今後とも作品の応援よろしくお願いします。それではまたどっかで会いましょう。なんか可愛いな。かわいいかわいい。本当先輩方のおかげなんですよ。本当にありがとうございます。多分応援してくれてると思うんですよね。そうですね。ケンちゃんありがとう。まあまあ近くで応援してくれてると思うんですよ。ありがとうございます。ぜひともぜひとも皆さん応援よろしくお願いしたいと思います。さあでは楽しい時間あっという間に過ぎてしまっておりましてですね、そろそろお時間ということもございますので、最後にキャストを代表していただいて斉藤さんよりメッセージをいただきたいと思います。お願いします。はい、皆さん本当に本日はありがとうございました。まあ今日今まさに初めてお客さんにお見せできたという、うぶ声を上げたばかりの作品でございます。皆さん SNS 等をやっていらっしゃる方多いと思うんですけど、多分僕の予想では1人3アカウントぐらい持ってるんじゃないかなと思ってます。はい、面白かったやと、これは買い永久保存版もろもろなんかキャッチーなコメントですね。たくさん希望の言葉とともに、いろいろつぶやいてもらったりとか、ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ、いろいろデカテンとかなんかいろいろあるので、もういっぱいなんかもうとにかくいろんな人にこの作品が面白いっていうのを、広めるのを手伝ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。